発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーのカズキです。本日は、発達障害持っていますと、言語化するのが難しいということについてお話しいたします。僕ら、ASD やアスペルガー、ADHD、学習障害なんていうのを持っていますと、感情や気持ち、思ったことなんかを伝えるの難しいですよね。それがゆえに何考えてるのか分かんないよとか、思ったことがあるなら言えよとかね、怒られることあるじゃないですか。で、まあ怒られるがゆえにそれをちゃんと頑張ろうって思うんだけれども、頑張ろうと思えば思うほど空回りみたいな言えないっていうことがね、やっぱりあるかとも思います。実際僕も20代の頃なんかはやっぱり自分の気持ちを伝えるっていうのが、まあ難しかったりとか、まあ溜めて爆発するみたいなことあったんですよ。なので今回はじゃあなぜ発達障害を持った方というのがそういった感情を伝えるのが難しいのかという理由と対策ということをお話しいたします。この動画見ていただけましたら、あなたのね人生というのがどんどん良くなっていきやすくなりますので、最後までご覧ください。というわけで、じゃあ発達障害を持った方が気持ちを言葉にできない理由、これまず一つ目が気を使いすぎるです。わかると、思ったこと言えないんだってありますよね。特に上司とか同僚とか仕事関係になると壊滅的ですよね。やっぱり僕らって今まで失言であったりとか人間関係で失敗したことって人一倍あるじゃないですか。だからそういうことがないようにうまく立ち振る舞おうとか、変なこと言わないようにしようってもうめっちゃ気使うんですよ。そうするとやっぱり、ね、何喋っていいのか分かんないってことありますし、会話ってどんどんこう進んでいくから、口を挟むタイミング逃すんですよね。例えば3人とか4人でグループでいて、1人がね何食べるって聞いてくるとすると、で自分はカレーが食べたいなーなんて思った矢先、ね、隣の人が寿司食いてーとかって言い出すわけですよ。え、寿司？え、そんな高級なもの？いや、でもカレー食べたいってなんか貧乏とかって思われるかなーみたいなね、思っているうちに別の人が焼肉食いたいとか言って言うわけですよね。え、お肉？なんかみんなタンパク質しっかりとってるな。え、カレーなんて糖質の塊とか申し訳ないかな？怒れるかなとかって行動を考えたら、あーそれいいねーみたいな、みんなで肉行こうかって言って何も言えずに焼肉行くみたいなね。気遣いすぎみたいな。頭の中ではめちゃくちゃ喋ってるんだけども、それを口にして発することができないっていうのが、やっぱり僕ら発達障害を持った人っていうのはあるあるです。これね、どうすればいいのかっていうことですとかっていうのは後ほど詳しくお話ししますけれども、まあ、優しすぎるとか、繊細すぎる、嫌われたくないっていうところから、僕らというのは発言ができなくなってしまいます。そして二つ目の理由というのが、前頭葉が問題だからです。前頭葉というのはですね、自分の感情であるとか思ったことというのを言葉にするために必要な脳みそなんですね。ただ特にアスペルガーとか ASD の方というのはここがちょっとこううまく使えてないというかね、機能不全まで言ったらちょっと大げさかもしれませんけれども、発達障害っていうぐらいですから、ちょっと何かしらの障害を起こしていることが結構あります。そうすると感情はある、思ってることもある。でも、それを言葉にできないっていうね、文章にできないっていう問題が起きてくるわけです。これを、根本から解決しようとか、ね、ペラペラに喋れるようになろうっていうのは、ぶっちゃけ難しかったりとか、今の医学では発達障害治らないとは言われているので、完全に完治することはできず、ある程度に改善することぐらいは全然できるんですけど、やっぱりこの前頭葉、脳みそっていうのが僕らのことを、司っていますから、それがうまく使えてない、言語のね、部分がうまく使えてない僕らというのは、感情や気持ちというのを伝えることが難しくなってしまいます。そして3つ目が、経験値ですね。結局、コミュニケーションってどうやったらうまくなるのというと、すごく簡単な方法があるとすれば、たくさんコミュニケーションを取るということなんですよ。そう、喋った経験、数っていうのが会話の能力を上げる方法なんです。ただ僕らって、そもそも人に興味ないし、人と関わってたら傷つくし、ね、失敗の経験が多いからなかなか自分から関わろうとしない。でそうすると経験値というのがあまり蓄積されませんから、もう常にね、
まあ、ドラゴンクエストでいうとこのヒノキの棒と50ゴールドを持ってね、あの初めの村の周りをうろうろしてスライムを倒してるみたいなぐらいの力しかないみたいな、レベル1みたいな感じになってしまうわけですよ。その状態で強敵が現れました、キメラが現れました、ドラキーが現れましたって言ってもやっぱり苦戦してしまいますよね。まあ、ゲームやってない人は何のこっちゃよくわからないかと思うんですけども、まあ、つまりコミュニケーションのレベルを上げるには経験値が必要ですよということです。そしてそれを避けがちな僕らというのは結局いつまでもコミュニケーション能力が上がらないということです。そして最後4つ目というのが知識ですね。こう何か言われた時にどう返せばいいのかっていうのはもう経験値になってきますけども、自分の感情というのがどういう言葉が適切なのかということを分からないと伝えることできないですよね。まあ、極端な話、嬉しいっていう言葉を知らなければ嬉しいってことを伝えられないじゃないですか。まあそういったね、単語単語はもちろん分かるとは思いますけども、例えば怒った時に、いやなんでそんなこと言うんですかと、その言葉は私とても傷つきますって、もっと言い方あるじゃないですかっていう言い方を知らなければ手が出ますよね。だって伝え方分かんないから。例えばヤンキー校とかってすごいみんな喧嘩してるイメージありませんか。でヤンキー校って基本的に、まあ、偏差値低いじゃないですか。まあ、イメージの話をしてますよ。あの全てのヤンキーを否定してるわけじゃないですかね。あくまでイメージ、極端な例です。でこれっていうのは逆説的に言うと、知識がないから喧嘩っ早くなってしまうってことなんですね。自分の感情や伝え方が分かんないってことです。だからこそ国語って大事なんですよね。本読むって大事なんですよ。あ、こういう感じの時にはこういうふうに伝えればいいんだとか、カッとなったりとか嬉しいとかなった時にもそれをちゃんと言葉にする術を持っていれば適材適所でね、正しい対応っていうことができていきますので、ぜひ知識を入れるってことをやってみてください。まあ、ただね、その本を読むであるとか勉強するのもとにかく僕らは難しいね、国語なんて苦痛ですと、特に前頭葉の問題もあるからね、ちょっとどうすればいいのかななんてことがまあ多々あるわけです。なのでもしこの動画を見てコミュニケーションで悩んでますよとか、自分の感情を言葉にするのができないんだっていう方は、ぜひこの次の対策というのを少しずつでもいいからね、実行していってほしいです。でこれ具体的にどういうことがあるかっていうと、まず一つ目が興味のあることを調べるということです。別に言葉にするのが苦手だからとか勉強した方がいいからって言って、その国語の本を読むとかね、高校時代のなんか教科書とか買ってくるとかっていうことは別にしなくてもいいです。まあやったらやっていいとは思うんですけども、別にそこまでまずする必要ないです。まずは自分の興味のあるもの、まあできれば本とかがいいですけどね、そういったものをたくさん読んだりとか、まあブログとかで文章でもいいから、まあ、読んでみる、知識を入れるっていうことです。でそういうふうにしていくと、まあ、自分の得意なことだったらいくらでも喋られるみたいな風にちょっとずつなっていきますし、その中で伝え方であるとか正しい文章っていうのを結構学んでいけるんですね。もちろん YouTube なんかでも文章力とかね、喋り言葉っていうのは、まあ、学ぶことはできるんですけども、やっぱり喋り言葉よりもね、文章で学んでいった方がインプット量っていうのは増えますので、ぜひこれやっていってほしいです。でこれのいい点というのはモチベーションが続きやすいってことです。勉強のための勉強って本当に辛いですよね。よくあるね、発達障害の人のための脳トレとかってあるじゃないですか。僕はね、続いたためしかないんですよね。ワーキングメモリーをね、上げるためにデュアルエンドバックとかね、ね、なんかいろいろアプリありますけども、なんもおもろないみたいな、てかルールよくわかんないみたいなね、ことになってしまいますんで、あなたが楽しめるように学んでほしいんです。で、そのためには興味のあることってのをまず読んでみるっていうことがね、一番手取り早いですので、ぜひ一度、ね、好きなものに集中するっていうのをやっていてください。そして、二つ目というのが、文章でアウトプットです。これすごいおすすめです。まあ、まずは140文字のツイッターとかでもいいです。そして短い文章でもいいから、ちゃんと感情であるとか出来事っていうのを伝えていくというのを日々やっていってください。これやるだけでだいぶ言語化上手くなりますよ。ツイッターって本当いいですよね。手軽だし、言語化の練習になるしって結構僕おすすめするんですけども。で、それが慣れてきたらブログとかやってみてくださいよ。いきなりね、1000文字とか2000文字のブログとかっていうのを書こうとすると心折れてしまいますんで、まずはツイッターから言語化っていうのをやってください。先ほども言いましたけども、経験値とか知識というのが結局自分のスキルになっていくわけですよ。コミュニケーションが上手い人はたくさんコミュニケーション取った人です。そして言語化が上手い人はたくさん言語化した人なので、無理をせず小さなところからアウトプットというのをしていってください。インプットだけじゃダメなんですね。そして最後3つ目が、小さく主張するということです。
これは気使いすぎてしまって言語ができない人に特におすすめの内容で、いきなり大きな主張であるとか依頼って難しいじゃないですか。なのでまずは言いやすいところから始めていくということですね。例えば分かりやすい例で言うなら、上司にね、自己主張っていうのをいきなりするの難しいじゃないですか。給料上げてくださいとかこれお願いしますっていうの難しいですから、まずは同僚とかにちょっと弁解してっていうのもいいかもしれませんよね。他にも、まあ関係そんな深くないような人にちょっと今度お茶しましょうよっていうのもまた一つ大きな一歩ですよね。なかなか勇気いることですから、迷惑じゃないかな、忙しいんじゃないかなっていうのを一歩先超えてお願いする、依頼をする、主張するというのは、まあ小さく重ねていくとだん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 慣れていきますので、やっていってほしいんですね。で、いやそんな友達とか別にいないしとか知り合いいないし、上司同僚にお願いするなんて無理だよというのであれば、僕は毎月こういった発達障害の方のためのイベントというのを行っているんですね。今年は北海道から沖縄までやっておりますので、動画説明欄にある公式 LINE のね、こちらのイベント情報からどんなイベントやるのかっていうのを見ていってください。まあ、東京とか名古屋、北海道は日程が決まっています。いやもうそのイベントに参加するのも怖いよっていうのであれば、じゃあもう1対1で僕がお話を伺いますよ、ね、あなたがどうすればコミュニケーションをうまくできるのかとか、あなたに合ったね成長の仕方っていうのをお話しさせていただきますので、こちらは動画説明欄のホームページからご依頼ください。結局悩んでいるだけでは改善はしません。残酷ですけども、これが真実なんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、具体的に改善をするための行動をというのをする必要があります。もちろん勇気がいりますし怖いです。失敗することたくさんこれからあります。でも失敗の分だけ確実に成長というのをしていきますので、まあ恐れずとは言わずとも、まあ恐れながら一歩ずつ勉強していっていただければなと、僕はあなたの成長というのを全力で応援サポートしていきます。とはいえ、いやーちょっとな、怖いんだよな、人が怖い、もうとにかくトラウマですと、いじめられてました、もう毒親でしたっていう方なんかは辛いですよ ね。やればできるよとかね、コミュニケーション取っていこうって言われたって、いや無理ですって話じゃないですか。なのでそういった方が人と関われるようになる心構えというのをですね、公式 LINE にてお話しいたします。動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード心構えというのを入れてください。こちら見ていただきますと、ちゃんと自分の心が軽くなったりとかね、人の恐怖心というのが少しずつ軽くなっていきます。ただせっかくここまで見てくださったので、一つだけねそちらのポイントなんてのをお話しできればなと思います。これ、まあ、まず一つ目の人と関わるための心構えというのは、誰もあなたに攻撃してこないよということです。嫌われたらどうしようとかね、いじめられたらどうしよう、嫌われたらどうしようなんて思うことあると思いますけども、てか僕も思うんですけども、嫌われたとってあなたに対して物理的に攻撃してくる人、攻めてくる人っていうのは基本的にはいません。まあ基本的にっていうことですから、まあ応用はあるかもしれませんけども、もうほぼ 100% の人があなたに攻撃してくることはありません。まああるじゃありますよ、もちろん。たまにね、通り魔に襲われましたで事故とかっていうのがありますけども、まあイベントとかだったらね、基本的に周りの人が助けてくれますし、1対1でね密室で会うなんてことは基本的にやらないでしょうから、そういった物理的に何か被害を受けるってことはまあないんですね。でなおかつ、もし仮に性格が悪い人に出会ったのであれば、周りの人が止めてくれるなんてことありますし、その場からすぐ離れて逃げるっていう権利をあなたは持っているんですね。まあ、職場とかだったらね、もちろん難しいでしょう。パワハラ上司にね、詰められ続けて仕事なかなか辞められないって方いらっしゃいますけども、イベントで例えば出会って変な人が現れたら、自分から離れたらいいわけじゃないですか。もちろん僕のイベントって僕の動画見てくださってる方が基本的に来られるので、皆さん本当にいい人ですし、危害を加われたなんてこと今までないんですけど、あなたが心配していることの基本的に9割以上というのは起こりませんし、起きたとしても大体なんとかなります。そしてまあ
何ともならないことが仮に起きたとしても、それって考えたとて対策って打てないものなので、まあ、結局やったもん勝ちということなんですね。僕らというのは頭の中で不安というのをどんどん大きくしてしまいます。でも不安を大きくしすぎて行動できないというのはとてももったいない。でもその不安というのは起きないですし、不安を勝手に大きくして行動できないというのはとてももったいないですので、まあちょっと考えすぎてるよなとか、言うてみんな攻撃してこないよなと、ね、物理的に攻撃したらその人逮捕されますから、はい、あのね、グループとかで、あの、まあ、会場とかでいたらね、あの周りの人止めてくれますし、まあ、僕も止めますしみたいな、ね、感じなので、ぜひ勇気を出してね、まあ、イベントからでもいいので、ぜひ参加していただければななんて思います。大丈夫、あなたはちゃんと素敵な出会いっていうのを見つけて幸せになることができるんですね。僕ら発達障害持っていますと、なかなか気持ちを伝えられないことがあったりとか、人とね、関わることが難しいとか、コミュニケーション難しいなんてことありますが、この動画を見てる前向きな方というのは絶対に人生変えられますので、ちょっとずつね、成長していきましょう。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まあね、僕も散々人間関係では苦労してきましたね。もう苦労しないかなって、まあ、思ってるんですけども、今でも半年に一回結構痛いことあります。そんなみたいなね。ここではやっぱちょっと言えないことも多いんですけども、どれだけ全力を尽くして相手のために尽くしても、やっぱり切られるときは切られます、ね。みんなを守るぞって言って後ろから刺されるなんてこと、まあ、稀にあります。でもね、まあ、もちろん物理的にじゃないですよ、これ。物理的になったの事件ですけども。まあ、傷つくことっていうのはたくさんあるんですけども、1の傷つくことを恐れて、99のね、こう、出会いであるとか、いい人たちっていうのを無視してしまうっていうのは、とても人生において損なので、ぜひね、ちょっとずつでもいいから、ね、幸せのための行動っていうのをしていきましょう。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、かずきでした。